皆様こんにちは。フルートとミュージカル創造者の斉藤舞香です、えー。昨日はですね、本番終わった後にですね、そのまま荷物を持ってオニクルに移動しておりました。えー、オニクルの方では、オニクル開館1周年記念イベントとしてオニクルエクスポを、えー、開催されているそうです。このエクスポのポーがね、あのオニクルのマークになっているんですよ。あの皆様行かれたらぜひ見てみてくださいで。プラネタリウムでイベントしてまして、この日は券売機がね、あの電源オフになってました。 というのもですね、えーっと、この日は1周年特別投影としてショートバージョンを無料で投影という形で整理券を配って、えー、っとその整理券を持っている方を、まあ、あの各回ねはい、えー、っと、まあ、 人数は制限されるんですけども、結構な回数してたのでね。あの皆様、たくさんご覧になられたんじゃないかなと思います、えー、ダジックアースを使った月のね。説明とか枠線の説明とか、えっ、ー、と音楽とのコラボなんかをしておりました。で、またえっ、ー、とゴーダーホールの方ではね。春日岡高校の皆さんが定期演奏会をされてまして、えー、なんとね。総合60周年ということでね、えー、吹奏楽のコンクールでね。 あのよく演奏されます課題曲なんかも合わせましてまたあの春日岡高校の皆さんにとって大切な曲をいくつか演奏されてましたえその中の作曲者作曲がさんの名前にあれっていうはいあのはいお名前がありましてあそういえばそうだったと思いながらはい えと聞かせてていいたただいておりました、えー、夜はですねあの残念ながら天体観望会は悪天候のため中止ということで残念なことにはなってしまったんですけども、はいえー、と外はねとても可愛らしくイルミネーションが、はい、輝いておりましてこれからの12月に向けて皆様集まる場所になるんじゃないかなと思ってます。また切り絵の、ね、早川さんの、はい、作品もたくさんね館内に展示されてますので是非皆様おにくるで一緒にお会いしましょう。ではまたね。